今回は5月24日のカード追加で登場したノーマル徳川家重を紹介するよ。 1.5 コス武力墓地力6防作持ちのそこそこ優秀なスペックで号令を持つ便利なタイプ。効果は地区力で自身に含まない緑の全体強化で武力プラス6地力プラス3が約8カウント強。武力プラス6に地力上昇やから今川義元の式6更新に近い効果を無条件で得られるね。見た効果の吉田松陰と比較しても自身の残り点やそもそものスペックで優位やから、そういった武力地力が上がる号令が好みの人におすすめの1枚。ジエンドって消えろ。ただで死ぬと思うたか。沈まれ。自身を含まないことから二度かけが可能やから、状況に応じて地力上昇を生かしたフルポンと使い分けることが可能やったりと、寛容性、自由度、ともに高く万能といった印象を受けた計略やね。この槍がある限り進め。勝負は続く。キル当たり進め。我が策の一端をお見せしようぞ。沈まれ。発動。一の型。自身を含まんから号令を打った後の徳川家重はあまり戦力にならん。ライン上げの段階で盾になってもらう運用もできて便利やよ。徳川の誇りを見せつけよ。当たり。進め。人はいつ死ぬか分からない。一の刀。当たり。当たり。雨など踏んでも意味はない。その面を踏んでくれよう。わが策を。丸くは収まらない。当たり。ただで死ぬと思うたか。槍が折れたか。当たり。ジエンドってやつか。当たり。お楽しみはここまでか。進め。覚悟せよ。進め。調べん。勝負の槍がある限り。沈まれ。何人切れるかな。沈まれ。進め。我が策の一端をお見せしようぞ。沈まれ。時代は動いている。取り残されるな。消えろ。覚悟せよ。俺を超えるか。進め。消えろ。ジエンド。デジュー波発動。二の型。覚悟せよ。人はいつ死ぬか分からない。沈まれ。覚悟せよ。我が策を。ただで死ぬと思うたか。戦機解放。
この俺が欺かれたなと。進め！勝負はここからだ。お楽しみはここまで。静まれ！流派発動！三の型。静まれ！誰もがやらないことだからこそ私がやるべきなのです。進め！我が策の一端をお見せしようぞ。静まれ！立ち上がってみせよう。徳川の誇りを見せつけよ。さあ、どれ進め。覚悟せよ。俺を超えるか。静まれ。さあ、どれ進め。何に決めるかな。静まれ。見やれ、これぞ神妙なる大岡さばき。当たり。誰もがやらないことだからこそ私がやるべきなのです。影など踏んでも意味はない。その面を踏んでくれよ。進め。覚悟せよ。私がこの国を守らねば。俺を超えるか。槍が折れたか。覚悟せよ。人はいつ死ぬかわからない。今回は3試合やるよ。たまらんのか。負けた。遊びに付き合って。流派発動。一の型。私がこの国を守らねば。取り調べん。そんな。ジ・エンドってやつか。放て。お楽しみはここまでか。静まれ。開幕は完全に分からされとるね。敗色濃厚やけど、なんとか流れを変えたい。使命を果たしてみせる。
勝負はここからだ。進め。流派発動。二の方。何人切れるかな。離せ。進め。徳川の誇りを見せつけよ。雷光四天王が一人、渡辺の綱が邪気を打つ。ま、負けた。静まれ。何度でも何度でも、私はお祈りします。進め。強い。離せ。そんな。戦機開放。亡霊が終われば、相手のブロックや強いだけが残るから、ここは身を調整だけ取って、兵力を削りつつ退ければ理想かな。ってやつか。キルセア。進め。勝負はここからだろう。離せ。進め。沈まれ。離せ。雷光四天王が一人、渡辺の綱が邪気を打つ。徳川の誇りを見せつけよ。見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。覚悟せよ。ま、負けた。龍派発動。三の方。放て。沈まれ。そんな。天気外放。雷光四天王が一人、渡辺の綱が邪気を打つ。沈まれ。沈まれ。リベンジってやつさ、受け取ってもらおう。覚悟せよ。せよ。覚悟せよ。せよ。お楽しみはここまでか。ま、負けた。ここは任せる。私がこの国を守らねば。
丸くは収まらぬか。せや強い。そんな放て。槍が折れたか。何人切れるかな。いた。待つ。放て。ジ・エンド。修羅の川と血の海を行くものだ。徳川の誇りを見せつけよ。沈まれ。蹴散らせ。おい、万年は斬撃を入れると弾きで相手との距離が開いたり、相手の城近くまで運んでしまうことになるから回さん方がいいよ。沈まれ。気に食わん。覚悟せ。沈まれ。お楽しみはここまで。流派発動。三の肩。流派発動。三の肩。蹴散らせ。進め。槍が折れたか。進め。沈まれ。蹴散らせ。沈まれ。進め。沈まれ。
この槍がある限り。かかれかかれ。徳川の誇りを見せつけよ。戦機開放。徳川の誇りを見せつけよ。発動せよ。流派発動。一の方静まれ。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。目が静まれ。ジエンド天使ラス。静まれ。鬼柴田の面目役者よ。見ろ方。進め。気に食わ。蹴散らす。助けてくれ。覚悟せよ。覚悟せよ。見やれ。これぞ神妙なる大岡裁き。勝負をしたところだ。覚悟せ。覚悟せ。傷は浅いぞ。ご視聴ありがとうございました。扱いやすく活用用のキックカードだから、ぜひおすすめしたい一枚。